ブルーバックとは映像、表示などにおいて背景が青い色をしている状態のこと。青い背景は様々な分野で異なった目的、状況で用いられている。ブルーバック合成種ご神の撮影に使われた船舶の模型、背景にブルーバックを使用している。ブルーバックは合成に用いる映像素材を撮影する際に青い布などの背景を用いる技術。また、 その青い布などを用いて作られた背景。青い背景の前で人物などを撮影し、ブルーの部分に別に用意された背景を合成する。1956年、白夫人のあやかし恋で、日本映画界で初めてこの合成手法を用い、これをブルーバックシステムと命名したのは、つぶらや英二監督である。ブルーバック合成の歴史は古く、モノクロフィルムによって映画が撮影されていた時代に、 遡る。ブルーに対する感度が鈍いフィルムを使って撮影をするとブルーの部分が真っ暗に映る。そのフィルムを適正な露出でリスフィルムに転写するとブルーの部分とそれ以外の部分とを区別するマスクを作ることができる。それらの素材をオプティカルプリンターを使って光学合成を行いブルーの部分に別の映像をはめ込んで合成する。 カラーフィルムの普及後もブルーバック合成は使われ続けた。その手法は以下のようなものであった。ブルースクリーンの前にリンゴを置いて撮影したとする。撮影したカラーポジフィルムを青の補色である黄色フィルターを使ってオプティカルプリンターで撮影する。この際用いるフィルムはオルソマチックタイプのハイコントラストモノクロフィルムである。これによって露光、現像されたフィルムは すぬけ背景ネガ像状態となる。次に撮影したカラーネガフィルムを青フィルターを使ってハイコントラストモノクロフィルムに露光する。これによってすぬけ背景ポジ像ハイコントラストフィルムが完成する。とで作成したハイコントラストモノクロフィルムを2枚重ねると両者背景はすぬけでリンゴだけのオスマスクが出来上がる。これを適切な露出で撮影するとリンゴのメスマスクが作成される。 またこのマスクをネガポジ反転することで背景だけが透けたオスマスクが出来上がる。まずカメラに近いプロジェクターにオスマスクをかけ、カメラから遠いプロジェクターに下側のマスターポジをかけ撮影する。もし撮影されたフィルムをこの時点で現像してみればリンゴの部分だけが黒くなっているはずである。リンゴ部分はミロコであるからカメラ内のフィルムを巻き戻す。加賀のマスターポジを外し、 メスマスクを装着する。その際に上下左右、大きさを適切に合わせておかないと、マスクズレが発生する。この部分が一番難しい。手前のオスマスクを外し、中華のマスターポジを装着する。メスマスクは動かさずに、リンゴのマスターポジの位置を微調整する。合っていたら、撮影することでリンゴと背景が合成されたフィルムが出来上がる。なお、マスクの作成には、 蒸気のようにブルースクリーンを使う以外にナトリウムランプを使用したソジウムプロセス、手書きのハンドマスクを用いるもの、モーションコントロールカメラとミニチュアを用いる手法などがある。グリーンバックと出演者ホワイトハウス室内に合成語ビデオの世界ではブルーバック合成とは呼ばず、大抵はクロマキー合成と呼ぶがアナログ時代ならいざ知らず、クロマ信号でキーイングすることは少なく、 実際には、ウルトマット、プライマットキーや、キーリットなどと呼ばれる、キーヤーで合成用のトラベリングマットを生成する。背景にブルーが使われることが多いのは、フィルムプロセスで一番実現性の高い色であったのと、肌の色が補色の関係にあることが大きい。グリーンバックも最近よく見かけるが、ライティングの光量がブルーほどいらないために非常に大きな背景の場合には、 グリーンの方が有利である。また、白人は、マゼンタの成分を持つ、肌色のため、補色であるグリーンが使われる場合もある。ブルーやグリーンの回り込みは、アナログ時代では、非常に厄介な現象で、補色の関係にあるライトを当てて、消したり、カラーセパレーションした段階でぶりを除去するなどしていたが、どの方法も、決定的な解決法ではなかった。プライマットキーやワコの問題を、 被り分を別マスクにしてその部分に背景素材をぼかして被写体に重ねることで合成時の馴染みが格段に改善され合成であることが観客に全く気づかれないところまで仕上げることが可能になってきたアナログ時代には考えられなかったことだが被写体にわざと多量の背景色の色ぶりを起こさせて撮影する場合もある撮影現場の費用が非常に高価なハリウッドなどの映画では 背景に、ブルーやグリーンを立てる手間と時間の費用と配役のギャラを考えると、そのまま撮影して、ポストプロで多くの人間が手作業で、一定期間かけて移動マスクを作る方が安い場合も、だたある SFX の部屋、マスク合成の基礎、ウェーバックマシン、ありがとうございます。